17番手カーナンバーは555サイディックスジャパンウィズリバティウォークユキオファスト。さあユキオファスト選手が今、追走に回っている。まずはケングシが先行だ。1つ目2つ目この難しいところ、ユキオはどうだ、抑えていく。さあそしてケングシがここで3つ目アウトゾーンから立ち上がり、後ろで回ってユキオが耐えきれずに回った。そして先行ケングシ、タッチアンドゴーから先行の走り。いやーユキオが3つ目のゾーンアウトゾーンで回ってしまいました。いや本当ね、あのね、はい、どこにも油断。追走のそのケングシ選手です。追走に回ってどうか。これね、前がスピンしないかどうかっていうところをね、あの探りながら後ろついていくの怖いんですよね。そのあたりもまた難しいところ。さあ飛び込んでくるアウトゾーンワンツー、ここからの振り返し。ユキオもパワフルな走りはね魅力的なんですが、こういうちょっと小技難しいところはどうなんでしょうか。さあ立ち上がっていく水槽でケングシも追っていきます。少しその距離感は開いているが、このゾーン3つ目の立ち上がりですよね。カンタです。対戦相手にはそうカナンバー21チームゾーンビスバーディークリスリクスアードシールスケングシー。さあどんな戦いになるんでしょうか。力が入る。まずはケンタカンタのこの飛び込みからゾーン1つ目タッチでピッタリをつけてくるケングシだ。そしてゾーン3つ目どうだ。カンタ奥まで入っているケングシはそのポジションはまたさらに迫りくるところを見せている。タッチアンドゴー。そして出口のところもう一度もう一度あのね、はい、ケングシのマーシング。さあパイロンたちから敷き直し。スタートをしていきます。先行ケングシ追走のカンタ、マシンは戻っているか治っているか。さあここからゾーンを取っていってカンタもくるベタベタに来るゾーン2つ目から立ち上がり、フロントのタイヤがズローっと、ここはどうだ、接触だ。ララララララ対戦相手はカーナンバーは41チーム伊藤王と上村産業数字で 3.4 リットル上村新一選手。さあ飛び込んでくる、まずはゾーン1つ目しっかりとここはアングルをつけて、そしてアウトサイドゾーン2から3見せていきます。ケングシ選手そのうわあ、ここで上村選手が追走のケングシ選手 USA シリーズ参戦していて、ジャパンシリーズにも今シーズンは復参戦。ケングシ選手がどんな走り追走を見せるのか。さあそれに負けじと上村新一選手の先行はどうだ。まずはアウトサイドゾーン1から2、上村新一選手も腕前を上げている。繰り返してゾーン3つ目、あとは出口のところ。先行のケングシ選手追走のこのオレンジのカラーリングの7です。 FD3S。 さあ飛び込んでくる、かなりこの車両の大きさが違いますが、十分にアクセルを踏みつけてアングルをつけてゾーンを取って、さああとは出口の手前。さあスタートしました。さあちょっとこれは面白い展開になるのかどうだ。小ぶりのマシン、小手切りゾーン2つ目。さあ集めていくケングシ選手のマシーンですが、ここはケングシ選手も追走しっかりとこう落ち着いて、もちろんこの2人も初対戦。スタートしました。まずは高橋克実選手の先行追走のケングシ選手どうだ。ゾーン1つ目しっかり取っていく先行の克実選手、ゾーン2つ目も入れ込んで、さあケングシ選手の追走もここはきっちりとやってくるが、その距離感はどうだ。ベスト4、さあ勝ち上がりなるか。入れ替わってケングシ選手の先行追走の高橋克実選手スタートをしました。さあ1コーナーからゾーン1つ目に飛び込んでくるスモークの中、さあ高橋克実選手がビタビタにやってくるが、ちょっと内側小さくなっている。さああとは出口のところ
根状態。まずは先行のポジションに向かうナンバー21チーム風森のバービークス剣口選手、そして対戦相手はカーナンバーは36高橋和美選手だ。 TMS レーシング、さあこの対戦も面白いぞ。さあ先行のまずは剣口きっちりとここはゾーン、そしてアングルを見せていくこのビッグマシンレクサス RC。 いやいいよ。そしてそれ剣口選手ということになりますが、いやこの対戦これ入れ替わったらね、はい、多分ね差がだいぶついちゃうと思うんですよね、はい、実は前回のスゴーラウンドでもこの対戦があったんですが、その時には和美選手が勝っています。さあここでスーッと今距離が空いたんですが、剣口選手がここで迫ってくるぞ。さあうわーうわー迫ってきた、サイドバイサイドギリギリで勝ち上がっていく。ゾーン4つ目に向かって、壁に向かって剣口。さあ先行の雪を壊した選手、水槽の剣口選手です。今シーズンの開幕戦鈴鹿ツイン、その時には雪を選手が立ち上がっています。うわー迫ってくるぞ1つ目、水槽の剣口すげー迫り方、うわーここで入れ替わり、ベタベタにやってくる、ベタベタにやってくる。さあうわーこれがこれはどっさあどこまで、さあ、サードをして駆け上がっていく。1つ目のゾーン、飛び込み、この石垣の前。さあ、剣口選手のマシンが。さあ、今のはどういう裁定になるか。一旦、幸男選手のマシンが石垣、そのゾーン1つ目のところで止まりました。そして、もう一度、マシンを。そして、対するは、カーナンバーは80、小松レーシングの小松優太選手です。さあ先行まずは剣口選手、そのアメリカンナ USA シリーズのぎっちり決まったね走りをまずは見せてくれることでしょう。先行、そしてゾーン2つ目からウォールのところ、ここも攻めていく小松もどうだ、小松選手もどうでしょう。水槽この週末はなかなか走れているように思いますが、さあスタートします。ケンゴ選手はここはまずね、コマ選手はこういうタイプです。さあコマ選手ちょっとここは気合い入れていきたい。さあでもケンゴ選手が今後ろからぴったりと来るぞ。うわどうだ、ここはなんとかこらえてケンゴ選手、そして小松は先行でなかなか決めてきている。ウォールはどうでしょう、ここもきっちり、うわーここで詰めていく詰めていく、サイドバイサイドに持ち込む剣口選手、そしてフィニッシュライン手前剣口選手です。スタートしました。開幕戦鈴鹿ツインでは4位止まり、なんとかその上をという、うわーちょっとリアを落とした斉藤雄二のマシン、うわーここではアウトサイドゾーン一つ、うわもうマシンコントロールができていない状態、そしてサイドステップを落としているんですが、なんとかその斉藤優衣選手のマシンをかわして剣口選手もう一度ドリフト状態に戻して、アウトサイドゾーン2からウォールの3、そして今フィニッシュラインレッドからスラッカーとスタートしていきます。先行の剣口選手、さあ遅れを取らないようにと斉藤優衣選手が早めにスタートをしていくんですが、イニシエーションゾーンからドリフト状態、さあゾーン1つ目に飛び込んでくる、うまくコントロールをしてリアを、ここはうまくゾーンを取っていきます剣口選手、そしてタッチアンドゴー、なんとかマシンをとどめながら、さあこのアウトサイドゾーン3つ目ウォールのところ、この状態でもわー追走斉藤優衣選手、リアからこのウォールにヒット、ウィンが飛んでいる剣口選手はここでフィニッシュライン、岡山ラウンドの単走を制しました。そして対するは USA シリーズ日本人ドライバー活躍をしている剣口選手。さあ追走剣口選手が今スーッとこのイニシエーションゾーンから、うん、どうだ、少しマシンの挙動が
乱れているようにも見えましたが、さあそしてアウトサイドゾーン1から立ち上がってタッチ&ゴー、ここで少しイン側に箕輪秀哉選手のマシンが流れ込んでいったんですが、そのサイドにマシンを突っ込んでくる剣口選手がコントロール、マシンをこの状況の中でもコントロールしていく、ねじ込んでいく。 USA シリーズで活躍をする剣口選手を相手に、さあどうだ、追走に回る箕輪秀哉、先行の剣口。さあ1コーナーに飛び込んでくるアイサイゾーン1、ここはきっちりやっぱり先行剣口選手は先行の走りを見せるんですね。ラインをトレースしていく、そしてタッチ&ゴー見せていく、ドリフト状態作ってアングルを作ってウォールを攻めていった、そのサイドに回していったが、あー秀哉選手が回った。初めてのファイナル4です。そして対戦相手はケン・カンタ選手、カナンバー57。さあケング選手とはこれ初対戦ということになっています。さあどうだ、飛び込んでくるゾーン1つ目、うわお、両者ともこれはリアを今1コーナーのアウト側で捉えた形。カナンバー側で今スタートしていきます。ホームスレート加速していく、イニシエーションゾーンからここからドリフト状態を作っていってゾーン1コーナーのこのアースサイドゾーン1つ目に入っていく。ここはきっちりこのゾーンのラインをトレースしていきます。タッチ&ゴー、そのサイドにはリアサイドにはケン・カンタのマシンも、そしてボールを攻めていく、サイドバイサイドに持ち込む、そしてあとはインクリップ、ここの振り返しカンタが先にマシンを持っていく、サイドねじ込んでいった。うわドライバー見えています。さあスタートしました、先行剣口追走の増山航、イニシエーションゾーンからさあドリフト状態に今持っていて1コーナー、まずはアウトサイドゾーン1、さあここはびっちりとつけていく増山ですが、少しアウト側か、剣口は今ラインをトレースしていく、振り返すこのタッチャーのゴーからアングルをつけて、さあアウトサイドゾーン3つ目、ウォールのところに飛び込んでいく、うわお、ウィングはオンザウィング、そして増山航です、そのサイドにびったりとマシンをつけている、ほぼ同時に振ってインクリップ立ち上がってフィニッシュラインだ。ブラックアウト今スタートしていく、さあ増山先行、じわーりと今マシンを転がしていきます、そして剣口そのサイドにマシンを届けるように、そしてスーッとリアサイドに持っていく、イニシエーションゾーンから1コーナーアウトサイドゾーン、さあ入ってくる、少し剣口選手フロントがフラッとしたか、増山は先行でゼブラの上にリアタイヤを乗せてくる、タッチアンドゴー、ほぼ同時にアウトサイドゾーン2からウォールはどうだ、攻めていく増山の先行、そのサイドに剣口もマシンをとどめるが、さあどうだ、インクリップ、なおさらにマシンをイン側に差し込んでくる、あそこで立ち上がってくれればまたね状況はちょっと違ったんですけど、松川選手もったいなかったですね。さあ続いて対戦スタートしています、先行の上村慎一選手、追走の剣口選手。さあまずは上村選手先行アウトサイドゾーン1つ目2つ目、わお、剣口選手が後ろからビタビタにやってくる、インクリップからの立ち上がりだ、そしてフィニッシュライン手前、このアウトサイドリスト RC VR 4.3 1300馬力というね、報告を受けています横浜隊です。そして対するはチーム伊藤王と上村産業の上村慎一選手チェイサーです。さあうわおすげえアングルで今飛び込んできた、100R からのまずはアウトサイドゾーン1つ目、わお上村が戻った、そして剣口選手はきっちりと今、今シーズン実は今シーズンだけでこの2人は2回対戦があるんですよ。スゴーラウンドではベスト8で和美選手、奥井吹ではベスト32で剣口選手は勝っていますが、さあ剣口選手先行、和美選手をちょっと引き離す形でアウトサイドゾーン
一つ目から振り返して、ちょっと内側に和美選手が追いかけようと小さくなっているかどうでしょう。スモークの中、アウトサイドゾーン3つ目、ここはなかなかいい形でサイドバイサイドでフィニッシュライン。最終戦富士、今シーズンにその目標の1勝を挙げることになるんでしょうか。ケング選手も今シーズンはユースシリーズで1勝を挙げている、このジャパンシリーズでもというふうに思っているのは間違いないでしょう。さあスタートをしました。さあ高橋克実選手が今アウトサイドゾーン1つ目2つ目振り返してくる、それに合わせ込むように、あーっとちょっとここでケング選手がはらんでいく、アウトサイドゾーン3つ目、ここはしっかりと高橋克実選手がキャッチをしてフィニッシュライン。